株式会社ビバイ自動車学校は、北海道ビバイ市にあるバス事業者、北海道公安委員会指定自動車教習所を運営する企業、路線バスバス停路線バス、貸切バス事業を手掛けている。路線バス車両は2017年3月31日現在で3台、貸切バス車両は24台登録されている。自社運行の他、ビバイ市民バス及び、 内江町営バスの運行を受託している。南美梅線並びに、仙台線は、北海道中央バスの美梅市内線撤退に伴い、2005年4月より、路線を引き継いで運行しているものである。南美梅線、編集一部の便は、運行経路が異なる。仙台線、編集平日号往復、土曜3往復運行。日曜、祝日、休校日は、全便運休。 仙台が2011年度から学生の募集を停止しており、今後も利用者の減少が見込まれることから、2012年3月末をもって廃止された。月型裏薄線、編集カバトル、5月1日5往復。北海道旅客鉄道札沼線の北海道、医療大学駅新都塚駅間が2020年5月6日の運行をもって廃止されることを受け、 石狩月型駅、浦臼駅の間で、同年4月1日より、ビバイ自動車学校により運行されている路線である。愛称は、カバトル号。北海道医療大学駅石狩月型駅は、下段モータースが運行。浦臼駅新十津川方面は、北海道中央バスの既存路線が代替となる。車両は専用ラッピング付きのトヨタハイエースを利用する。 貸切バス事業は、札幌運輸支局管内、旭川運輸支局管内のうち旭川市、深川市、富良野市、空知郡、宇流郡、上川郡、有仏郡での発着が認められている。2008年より、ビジコーツアーズのブランド名で旅行業を行っており、美梅市中心部に、本店、札幌土地と瀬に支店を設けている。2017年に、 美バ駅近辺の美バ市東一条南三丁目の私有地と北海道中央バス所有地を取得し5階建て37室のホテルを2018年より建設。工事費は約7億円でうち4000万円を国の地域経済循環創造事業交付金都市の補助金で賄っなった。2020年3月1日にホテルビジコとして開業。1階は フロントと道内食材を用いた和食中心のレストラン。2階はビジネス客向け客室。3階以上は観光客向け客室とし最上階にはアルテピアッツァビバイに関係する外国人客を想定した安田忠の彫刻作品の写真などを設置した特別室を設ける構造とした。ビバイ市東1条南1丁目に商業ゾーン。 ビバイ駅前活性化センターを2019年11月28日に開設。既存の2階建てビルをビバイフォーレストセンターとして改装し1階に、自社運営の駄菓子屋、キャンディーとテナント2店舗2階に貸し室の多目的ホールと和室を設け、新築の平屋建て店舗に、浜ナスクラブ、ビバイ駅前店とコインランドリーが入居する。株式会社、美事工常用事業を行う。 通称ビジコータクシー。ビバイ北西ハイヤー本社が置かれていた旧北海道中央バスビバイターミナル隣接地に事務所を構える。ありがとうございます。